SCP-2254JP。追試。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-2254JP は封鎖され、カバーストーリー、工事中、が適用されます。活性期には民間人の侵入を防ぐため、1名の警備員を配置します。説明。SCP-2254JP は東京都、区に位置する建築物です。非活性期では異常性のない建築物との差異はありません。SCP-2254JP は1月中旬、および2月下旬に活性期に入ります。これらは大学入学共通テスト実施期間、および東京大学理科3類の第2次学力試験実施期間と一致します。活性期の SCP-2254JP は不定の時点に、およそ地上10メートル、壁面から 1.5 メートル先に個人のクローカなる人々外見が酷似する実態、以下、SCP-2254JP1、を生成します。生成直後の SCP-2254JP1 は終端速度に達しており、ほとんどの事例において転落死します。何らかの要因により転落死しなかった場合でも、不明な外力により例外なく圧死します。SCP-2254JP1 は出現後、1分程度で消失します。SCP-2254JP は2021年からその異常性が確認されています。この異常性はなる人氏が2020年2月25日に、同地点で投身自殺したことが起源であると推測されています。ホイ1。以下はなる人氏の保有する電子辞書から発見された、同氏により記述されたと推測される文書の抜粋です。2019年4月1日。今年度から5浪目。この感情を書き出さないといつか爆発してしまいそうなので、ここに書く。さすがのお母さんも電子辞書のマイナー機能まで見てないでしょ。やっぱり俺には東大、しかも理3なんて無理だと思う。これまでの試験で嫌というほど分からされた。もっと分相応な大学に行って、こんな浪人生活を早く終わらせたい、解放されたい。こんなことお母さんに言ったらまた怒られるから黙ってるけど。2019年6月28日。今日も予備校のテストで1位になれなくて怒られた。あなたのためを思って言ってるの、どうして分かってくれないのかな、って。自分の学歴進行のためだろ。昔は優しくて、医者になりたい、っていう夢も応援してくれてたのに、中学受験に失敗してから何もかもが変わってしまった。どうしてこんなことになったんだろう？2019年9月11日。どうしよう。もうすぐ模試が帰ってくる。本当は全然できてないのにお母さんに手応えあるって言っちゃった。絶対に叩かれる。どうにかしてここから逃げ出したい。どうやって？2019年9月29日。もろもろ落ち着いたので日記再開。あの日初めて家出した。今は高校時代の先輩のつてでなんとか生活ができている。大変だけれどあの頃と比べたら苦でもなんでもない。むしろ、人生ってこんなに楽しかったんだ。って久しぶりに実感できた。もうこれからは自分の力だけで生きていくんだ。2019年11月15日。お母さんに連れ戻された。私を裏切るつもりなの、離散に行くまで許さないから、って怒られた。殴られた。どこに逃げても結局、この地獄に連れ戻される。2020年2月25日。連れ戻されることもないし、いっそ本当の地獄に落ちた方がマシか。ほいに。なる人氏の母親である黒岡奈美氏は、なる人氏が投身自殺した日と同日に、自宅で死亡していたことが確認されました。死因は非常性のくも膜下出血であると推測されています。また、奈美氏は死亡時に、神社の合格祈願のお守りを外していました。ほいさん。2023年2月25日に、SCP-2254JP1 が保有するスマートフォンの解析が完了しました。
解析の結果、スマートフォンは成人氏が死亡した時点のものとほぼ同一であることが確認されました。ただし、SCP-2254-JP1 が出現するたびに、SMS で名見氏からのメッセージを受信しています。これらのメッセージはいずれも以下の内容であることが確認されています。天国に行くまで許さないから。